あ、これ、帰り際。ね。おめかしした加藤純一くんと、まあ、帰る、ね、リュックサック背負って、僕がね、こうやって撮ったやつ。いい靴履いてるわ、これ、ツルツルの。片やこっちのさ、ゴキブリでも踏み潰してるようなさ、この靴、靴だけとか、まあ、見てんのかな、見てよ。何このさ、ヨレヨレのズボン。今見たけど、俺、変な格好で来たんじゃないの、もしかして。だって、すごいこっちぴっちりしてんじゃん。へんてこりんなベルトを晒し出してさ、ズボンもおかしいし。ああ。え、見るんかな、やっぱりこんなところまで。まあ、見ないと思って俺は、ちなみに靴下も黒色で行きましたけど、きっちりしてるもん。靴ってわかんの？靴。これ僕の靴。マナ靴です。マナ靴。一番綺麗なやつ持ってこうやって、つるえ。何これ？なんでこいつ、こっちの靴はこんなにさ、ツヤが出てんの？ピッカピカに磨いて。何の違いなのこれ？全然違うくない？これ靴のあれまで。エナメル？いや、めちゃくちゃ高いとこ。エナメルなのこれ。こっちなんか便所のスリッパじゃん、これ。真っ黒けの。ちなみにこれ、ドン・キホーテで、ニーキュッパで買った靴です。こっち多分、1万円ぐらい、1万5千円ぐらいしそうだな、この靴。1万が普通。いくらなの？ドラゴンボールの敵が履いてる靴やめろよ。ピッコロ大魔王が履きそうな靴とか。それ適当ってことじゃん。足元って見るんか。じゃあ、宮古さんも僕の足元見て、キモって思って逃げてったってこと？写真撮らせてくださいって言ったら、嫌ですって。対抗一番に嫌ですって言ったんだよ。信じられないでしょ？俺も耳を疑ったもん。嫌ですだからね、いきなり。これも靴ちゃんとしてんのかね？俺靴、ちょっと靴チェックしていい？今気になったけど、俺靴なんか見てもいなかったけど。こっちの靴はどうなの？高いの？この靴は高級品？いや、でもいいよ。見た目がなんかいいスーツ着てるっぽいわ、これ。コート着てない？これ。ドレスコートみたいなやつ。片や何この、このしょぼしょぼのさ、競馬場の競輪場にいるおっさんが着てそうなさ、ジャンバー着ちゃって、リュックサック背負って。全然違うくないか、これ。ベルトの番で変なのベルトしちゃってさ。アルマーニって言うのこれ。なんでわかんの？これ、これが入ってる靴ってアルマーニっていう、俺でも知ってる高級ブランドじゃん、それって。アルマーニのオーダーメイド？じゃあいくら？これ、サプライズ、プライスいくら？これが入ってるこの靴のさ、いくらすんの？ちなみに俺はニーキュッパだよ。ドン・キホーテの。そんなにすんだ。40、うわぁ。そんないい靴履いてきたの？なんでここにティッシュペーパーが落ちてんだ、これ。なんでここにティッシュペーパーが落ちてるか知らんけどさ。うわぁ、いいな、乗ってんなぁ、俺。靴って見られるんですね。ちょっと覚えときます。俺も一足いい靴買おっとこうかな、じゃあ、スーツ用に合う靴。いい靴持っとこうかな。なんかこれ見て、じゃあ、なんか、僕の履いてる靴がなんかしょぼく見えてきた。全然違う靴履いてるなと思って。で、みんないい格好してるな、よく見たら。ダソクさんも、大石さんも。それなりにさ、だって高そうな、ポケットになんかハンカチ入れてる。ダソクのスーツもかっこいいよね。いいスーツ着てるもん。大石さんもさ、タキシード着て。ねえ。俺は力也の時に着てた葬式の服着てたけど。はあ。向こうくんもいいやつ着てるし。まあ、これはまあちょっと論外だけど。